ども、11月24日ですね、11時より、ピックアップガチャが、開始となりました。まあ、ライブでね、ちょっとね、ピックアップガチャを待機してね、みんなで、確認する、まあ、楽しいライブをさせていただいたんですけれども、まあ、一応ね、こちらの、引くべきかの考察をね、ちょっとやっていきたいと思います。で、はい。まあ、結果から言うと引くべきなんですけれども、まあ、あのなんで引くべきかは、まあまあ、いつも言ってるんですけどね、まあ、その辺は、まあ、後ほど紹介していきたいと思います。で、11月27日の10時59分までね、開催されているんですけれども、まあ、この後におそらく新ツム5体の、ね、確率アップが、来て、まあ、今月はね終わるんじゃないかなと思います。で、まあ、こちらね、ツムのねリストを見ていきましょう。はい、こんな感じで、ハッピーラプンツェルが1体、チェルナボーグが1体、ミセスインクレディブルが1体、クローハウザーが2体、プリークリーが2体、マックイーンが2体、トリトン王が2体、モアナが2体、パレードティンクが2体となっております。多分皆さんもお気づきだと思うんですけれども、まあ、正直ね強いツムがいないです。はい。でこの中で一番のおすすめで言うとやっぱハッピーラプンツェルかなと思います。ハッピーラプンツェルはね、まあ、コイン稼ぎで割と優秀なので、はい、一応おすすめではあるんですけれども、まあ、低スキルだとねなかなかコイン稼ぎが難しいので、はい、まあスキルマーとかはね、スキルメ5だと多分稼げると思うんですけどね。はい。まあ、その辺で、一応なるべくスキルメ上げたいっていう方は、まあ、引くべきかなと思います。で、ラストショーなんですけれども、今回はね、まあ、第2弾ながらスキチケは、が手に入るというところで、まあ、第1弾はね、今回曲付きだったので、今回はね、スキチケがもらえるということになっております。で、はい、なぜ引くべきかっていうと、やっぱりスキチケがラストショーに入っているっていうところが、とても重要で、まあ、スキチケ本当に重要なアイテムなので皆さん絶対回収してください。スキチケはですね45万コインで手に入るっていうのは超破格なんですよね。しかもおまけに15体ツムがもらえるので本当に破格のピックアップガチャなので、45万ある方はぜひね引いてください。例えばですよ、例えばジャマレがこの前復活しました。45万でジャマレ引けますかって言ったら引けるかどうかなんてわからないですし、だって200万引いて引けない人もいるわけなんで、そう考えると45万でスキチキが手に入るっていうのはとても重要です。そしておまけに15体ツムが手に入るので、はい、まあ、その観点から言うともう完全に引くべきです。はい、です。これで、まあ、考察としては以上なんですけれども、一応ね各、ツムのですね、まあ、スキルの説明をさせていただきたいなと思います。まあ、ただちょっとね今回は初めて手に入れるツムもありますので、まあ、その辺はねうまく紹介できないかもしれないんですけれども、とりあえずね紹介していきたいと思います。はい、ということでまずはねパレードティンクなんですけれども、フィーバーが始まり横ラインにツムを消してボムが発生するという、3段階スキルと言っても過言ではないかなと。フィーバーが始まって横ライン消去をしつつさらにボムも発生してしまうということで、まあ、パレードティンクね全然使ってないのでボムがどうやって発生するのかもいまいち覚えてないんですけれども、モアナみたいにスコアボムが出るとか多分そういうことはないと思うんですけれども、はい、とりあえずねボムが発生するというところで、まあ、結構ね特殊なスキルとなっております。ただね必要積む数も多くて横ラインの消去も、全然多くないので使える積むではありません。ただねイベントではねフィーバーのミッションではかなり有効なので、まあ、その観点ではね、まあ、かなり使えるかなと思います。はい、ではね次行っていきたいと思います。ミセスインクレディブルということで、まあ、クロスライン上にツムを消す、まあ、消去系のツムとなっております。まあ、クロスライン上に消すということなんですけれども、まあ、クロスラインで言うとですね、まあ、ジャファーがいまして、まあ、ジャファーに勝てるクロスラインは
いないんじゃないかなと思います。でミセスインクレディブルに関しても自分まだスキレベ2で、まあ、そこまで使ってないので、はい、はい、あれです、まあ、ただね、まあ、皆さんの意見とか、まあ、動画を見る限りではね、全然使えない、全然使えないとか、まあ、ジャファーで十分かなっていう感はあるので、はい、まあ、コレクション用のツムとしてマゲットするっていう感じでいいかなと思います。で、次はこちらチェルナボーグです。チェルナボーグはねファンタジアの、ま、キャラクターで、まあ、この前ミッキーセレボでねはファンミが復活したので、まあ、その関係でチェルナボーグも来たんじゃないかなと思うんですけれども、スキルとしては縦ライン消去ということになっております。まあ、こちらもね縦ライン消去ではねもっともっと強いのがいるので、まあ、あのいらないです。ただねこのツムね、サブツムで来るとめちゃめちゃ見やすいので、まあ、その観点で言うとねおすすめです。なので1体手に入れて、見やすいツムをゲットするっていうのでは、まあ、ありかなと思います。はい、まあ、無理して引く必要はないんですけれども、まあでも今回スキチキが手に入るのでね、まあ、その点で、まあ、引くのは全然ありだと思います。で、次はねトリトン王なんですけれども、縦ライン上にツムを消すよというスキルになっております。こちらはね、まあ、初期の頃で言うとね、まあ、かなり優秀で、まあ、初期の頃って1000万スコア出すのもかなり大変だったんですけども、こいつはねスキルマーであれば1000万も結構簡単に出て、でしかもコインもね割と稼げるというところで、優秀ではあったんですけれども、今ではねもうはいほぼ使えないキャラと化してしまっているんですけれども、はい、過去の栄光はすごかったというスキルとなっております。で縦ライン上って言ってもですね、まあ、1ラインじゃなくて3ラインなんですよね。皆さんが想像すると、まあ、スカーの縦ラインバージョンみたいな感じですね。はい、そんなスキルとなっております。では次こちらマックイーンですね。タップ方向に車が走ってツムを消すというところで、こちらね先日、新ツムで登場しました勇者ドナルドと、かなり似ている、スキルとなっております。同じではなくて似ているスキルです。でマックイーンの方が動かしたい方向をタップするっていう観点ではねとても、正確に、方向を決められるので、安定はします。スキルの安定はとてもします。勇者ドナルドと比べると安定はするんですけれども、勇者ドナルドの方が優秀です。はい、マックインもねジャイロを使うとねだいぶ消去数が伸びるので、はい、皆さんもぜひ使ってみてください。使い方講座もね自分出しておりますので、ぜひ見ていただきたいです。で次モアナです。モアナはですね横ライン上にツムを消すということで、ライン上のモアナがボムに変わるんですけれども、まあ、これがね、まあ、先ほどちょっとお話しさせていただいたんですけれども、ライン上のねモアナが全てスコアボムに変わるというところで、まあ、スコアが割と狙えるっていうところと、あとはねスコアボムのミッションでめちゃめちゃ有利と、されている、スキルとなっております。はい、まあ、ただコイン稼ぎとしてはね全然できないので、はい、ミッション用のツムかなと思います。ということで次行きましょう。ハッピーラプンツェルです。今回のピックアップの中では一番のおすすめのツムで、違うツム同士をつなげて一緒に周りのツムを消すよというところになっております。まあこちらのねツムはね強いです。強い使い方がとても簡単なのでとてもおすすめです。ただスキレベ3、自分スキレベ3なんですけど、スキレベ3だとね、まあ、ほぼ使えないです。まあシャッフル使えば消去数が上がって、まあ、稼げなくはないんですけれども、まあ、そういう使い方をするのも割とストレスが溜まったりとか、まあ、安定しないのもあるので、はい、高レベルスキレベルがね上がってる人に関してはね、まあ、かなり使いやすくてコインが稼げる、まあ、ツムとなってるんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。プリークリーというところで、プリークリーが助走して、助走プリークリーは周りのツムを消すよというところになっております。このね助走がめちゃめちゃ気持ち悪いのでぜひ皆さん見てください。でこれはね、まあ
俗に言うねバースデーアーナとか、まあ、その辺と同じスキルなんですけれども、これねプリークリーが助走するんですけど、これね確かねスキルゲージがね反映されないですよね。あのスキル発動のこの助走したプリークリーが毎積判定とされてないので、確か、まあ、その辺で弱い積むとなってしまっています。ただこの積むはスコア倍率も、スキルレベル上げることによって上がっていきますので、スコア出しには、割と向いている可能性があります。はい、ロング消去、大消去がね結構狙えるので、まあ、その辺では、もしかしたらね強いかなという可能性があります。で多分次がラストなんですけれども、これですね、ラストクロウハウザーということで、まあ、今回ね自分こちら初めて手に入ったので、まあ、めちゃめちゃ強いのかとか、まあ、その辺はね詳しくは分からないんですけれども、まあ、皆さんの情報を聞く限りでは強くはないです。でスキルとしては出てきたドーナツをタップして周りのツムを消すよというところで、まあ、白雪姫とか、まあ、そういう感じのスキルなんじゃないかなと思います。これがねタイムボムが狙えれば強いのかもしれないんですけれども、まあ、その辺ちょっとまだ確かめてないのでごめんなさい。はい、まあでもね多分白雪姫の方が強いんじゃないかなと思います。ちょっと個人的な意見なんですけれども、一応全ツムをね紹介させていただいたんですけれども、一応ねこんな感じで全ツムはこんな感じとなっております。まあただ冒頭もねお話ししましたが、月付けがね絶対手に入るので、45万手、稼いでですね、ぜひ月付けを手に入れましょうということで、今回はね、ピックアップガチャの考察とね、各積むのねスキルの説明とか、まあ、強さとか、まあ、その辺のね、まあ、紹介をちょっとだけさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。ぜひねチャンネル登録高評価コメントの方をお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。